私たちは未来をどうしよう、若い皆さんたちと一緒に考えたい。2019年に私の住んでいる千葉県を台風そして豪雨災害と2度の大きな災害がありました。この台風って事前に予測できなかったのかなとか、この被害って予想できなかったのかなとか思って、シミュレーションで予測する話と経験的に予測する機能法的な話って両方必要なんですよね。オンライン化によってその人たちと気軽に対談できるのはすごく平和実現に近づくような状態になっているのかなと思います。ただそこで固定概念が生まれてしまうことによって、さらにそれが平和実現を難しい方向にしてしまうきっかけにもなると思うので、実際こう直接お会いしている時はなんとなくこっち見てても石井さんのことなんとなく感じるとかね、なんかそういうのが圧倒的にこうチョキチョキ取られちゃってるのが多分オンラインですよね。今のオンラインもまだまだ過渡期、もっともっと発達する可能性はあると思うんですよね。ファッションの問題でいうと、大量生産、大量消費、大量廃棄っていう一連の問題があるんですけど、私たち需要側が量ではなくて質を見るようになったら、必然的に供給側もそれに応じて大量生産は変わっていくはずなんですよ。物流とそのサプライチェーンもどんどん変わってきている。東名高速道路走ってるトラックの6割かな、空っぽらしてるんですよ。行きは運ぶけど帰り空っぽなんですよ。テクノロジーを使って社会の信頼を変えたいんですよね。このドライバーさんは精密機械も運べますとか、生物も運んでますとか、そういったちゃんとトレースできる情報があったら、それが欲しい人がつながればいいんですよね。消費者側の方とか供給側の方、需要側の方もいろいろ発信ができるんですよね。でそういったものを新たに関係を作ることができるっていうのは、ここはやっぱりテクノロジーがすごく親和性が高いと思う。そうなんです、はい、AI 反対派の人と AI 賛成派って何に対しての AI かっていうのが根本が違うと思うんですね。 AI っていうのを体験できるような場であったりっていうのを提供していただけたらな。見えるようにして平等性を取るとか、何で学んだからこの AI が学んだんだっていうのをちゃんとトレースできて、だからこの AI がこういう判断をしてるんだっていうのを説明可能な AI って技術体験にしてるんですね。もっと世界は変えられると思うので。入試直前に燃え尽き症候群になってしまって、もう一分も勉強できないっていうような状態になっちゃったんですね。その心に比例してどんどん物が食べれなくなったりとかして、身体の健康にも結構影響を与えてすごく辛い思いをしたんですね。健康って自分の体調管理とかもあると思うんですけど、周りとの対人関係とかから少なからず影響はあると思うんですね。富士通でね、2030年に向けたビジネスっていうのを検討して、テーマがヘルシーリビングって言ってるんですけど、でそこでは自分の意思で自分の例えば疾患とか自分の悩んだこととかを提供すると、同じ悩み持ってる人が助かるとか、もっと信頼がある中で一人一人のデータを自分のことを知る、もしくは知った自分のことをもっと皆さんと共有するっていう、交換するとかっていう話が技術的にはもっともっとできる時代になってくるので、やっぱこういう機会を設けてくれること自体が、すでにその SDGs 達成だけではなくて、もう一緒にこの世界をより良くしていこうっていうその意欲っていうのがすごく顕著に表れていて、私たちにとってありがたいことだなっていうふうに思います。先人なり の, 蓄積してきた技術とか、彼らが思うことを実現する手段とかは適切に出せる可能性はあるので、むしろそういった形で若い人たちを応援していくことが仕事だなと思いました。今感じている課題、未来への展望や取り組み、そして思いを次の世代と伝え合い、対話し共に考える。